こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、眩しい光を優しい光に調整するMPOS レンズについてちょっとご紹介したいと思います。今回ですね、MPOS レンズといいまして、眩しい光を優しい光に変える、こういうちょっと特殊なですね、ラップ加工というですね、こういう小さいこういう凹凸があって、それで眩しい光をこう調整するんですね、優しく。そういうなんていうんですかね、コントラストが目の、疲労の軽減とかですね、その鮮明度とか、そういうコントラストが向上するっていう、その目に優しいレンズでございます。これはですね、私どもリコード、室蘭ではですね、私どもだけしかちょっと扱ってないレンズなんですけど、こういう仮枠っていうかね、これかけていただくと、今かけてる、例えばうちで見眼してですね、その上にこれをかけていただくと、その違いがちょっと実感できると思いますので、ぜひお越しいただければ、ご来店いただければ、実感できますので、どうかよろしくお願い申し上げます。